こんにちは黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はジャズの歴史、ベースのジャコ・パストリアスさんのお話をしたいと思いますけど、大好きで、えー、昔からよく聞いてました、ヘビーウェザーとかものすごい聞きましたね。でもうすごい天才中の天才だったと思いますが、まあ、天才がゆえに、ー、不幸な人生を送った方ではないかなと思うんですが、そういった方とのお話をしていきたいと思います、まあ。ジャコについてはですね、もう本当に詳しい人いっぱい詳しいんで、よかったら色々ね、教えていただけると嬉しいですね。あのー メールの方とかでいいただけると非常に嬉しいですでやっていきますね。生涯のまあ流れというか、全体の、こういうアルバムとかこういうアルバムみたいな、ピンポイントの話ですね。もう本当にあの全部アルバム聞いてもいいんじゃないかなっていうぐらい全部すべ素晴らしいと思いますが、えー、まあ有名なところをやっていきたいと思います。まあいろんな逸話のお話して、非常に不合な死を遂げるってお話をしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。 はいジャコ・パストリアスさんのお話ですね、1951年生まれで、75年にはですね、もう20代前半でですね、パッド・メッセニーの初リーダーで、ブライト・サイズ・ライフっていう曲に参加あの、アルバムに参加します。で、えー、まあ、もうすごいこう、 ものすごいこう名盤と言われるあのアルバムになるわけなんですが、これでまあ有名になっていくんですけど、で、75年にはウェザーリポートにも参加します。ウェザーリポートっていうのは、ジョーザビヌルというえまあジャズピアニストだったんですね。キャノンボールアダレのピアノとか弾いてるんですね。キャノンボールの時って、すごいこう年取って見えるんですけど、その時は本当にビバップなピアノ弾いてるんですけど、その後にウェザーリポートなったら帽子かぶってね、めちゃくちゃかっこよくなって、なんか若返った感じがしますけど、で、そのジョーザビヌルさんと、え、ー この2人が、えー、なんかバンドやろうぜって言ってやり始めるんですね。で、ウェザーリポートっていうのは、まあ、天気情報じゃないですか、そういう形のなんかバンド名にしようってなって、で、まあ、ここに、えー、デモテープを送ってきてですねジャ、ジャコさんがですね、合格して入っていくんですけど、でまあ、ここのバンドでもとにかく有名になりました。 で76年には自分ので自己のアルバムで、ジャコ・パストリアスの肖像ですね。これ、あの、ドラム2曲目とかで、ナラダ・マイケル・オルデンが入ってるんです。この間の,あのレッドブーツのドラマですね。すごい、めちゃくちゃいいアルバムですね。ドナリーから始まるやつですね。もうこれもうあの、そうですね、修功一さんも,も、このドナリーからベースを始めたって、確か言ってたと思うんですけど、本当にジャコが好きだと思いますね。あの人 で、ワ、えード・オブ・マウス。まあ、これ有名なビッグバンドのアルバムで、オーケストラのアルバム。で、インビテーション。これもオーケストラですね。ここにチキンが入ってますね。このここのチキンがめちゃくちゃ有名なので、まあ、ジャコといえばチキンと言っても過言ではないぐらい、えー、あれなんですが、まあ、ワード・オブ・マウスとか、あとジョニー・ミッチェルのバンドとかもいっぱい入ってます。でも、1987年というですね、ものすごい短命ですね。35歳で亡くなられました。 なんかもう本当にね、ツアーのバスの中でずっとベースしていってる人でものすごいこう、まあ、天才でもあまり努力家でもあったんでしょうね、すごくね、素晴らしい人だったと思いますね。でウェザー・リーポートの参加の時にデモ音源を送って、さっきのね、 ザビヌルにエレキベースは弾けないのって言われたって、エレキベースなんですけど、エレキベースの,あの要はフレットを自分で抜いて、エポキシーっていう樹脂でこ、うこう要は埋めてて、自分で制作して作ってたらしいんですけど、そうすると、要はフレットがない滑らかじゃないですか、だからウッドベースみたいに聞こえたみたいでっていう話が、本当かどうか、まあこれ聞きましたからね。晩年はですね、自分のベースはどこ、まあベースをよくなくす人だったらしいの俺のベースどこにあるのって人に決まってたらしいですね。僕の知り合いのベーシストでもですね、 なんか、ジャコに会ったことがあって、なんかその、バークリーに来たのかなバークリーに来て、トイレで手を洗ってたら、あの、パッて来て、顔を洗って、パッて顔を上げたら、もうここにジャコの顔があって、俺誰か知ってるか言ってみろって言われて、あ、ジャ,ジャコパッサラヤスさんですよねって言ったら、も、ま、う、あ、いかに俺がすごいかって話をずっとされてたみたいな話なんですけど、まあ、いろいろこう話を聞くとそうですよね。あと、こう、矢野沙織ちゃんから話を聞いたら、こう、えっ、ー、と、 ジャコパルストリアさんがね、こう、まあ、ランディ・ブレッカー、ランディーは一緒にずっとバンドでこのやってるじゃないですか、マードー・オブ・マウスとかビッグバンドでも全部、ランディ・ブレッカーずっと一緒にやってるんで、ランディーがもうニューヨークの街中で、こう、倒れてるその、要はジャコを見つけたから、おジャコジャコ何してんだって言ったら、パッと見て、誰だお前ってなってね、いや、俺だ俺だって話になって、で、こう、なんかこう、お前もこんな格好して大変じゃないか、腹減ったんだったら飯でも食いに行こうって言ったら、えー、2ドルくれって言って、で、 にるパッて渡したらそれを掴んでバーッて逃げたっていう話があってですねそれをですねあのサオリちゃんジェームスムーディーの師匠がジェームスムーディーでお家によく行ってたんで,でジェームスムーディーから聞いた話はこうチャーリー・パーカーチャーリー・パーカーも大好きで一回共演したことがあるんだけども人生の死ぬまでに彼の半分ぐらい演奏ができたらもう十分満足だっていうぐらいそれぐらいもう手に届かない人ねもうそのグラミー賞を取ったサックスプレイヤーヤーがそうやって言うぐらいだからもうほんとすごかったんでしょうけど である日、やっぱりニューヨークで、こう、チャーリー・パーカーさんが倒れてるとこ見つけて、で、こう、ああ、すいません、こう、チャーリーさん、パ,、まあ、パーカーさんですかって言って話をしたら、そしたら、パッて見て、お前誰だって言うから、えっ、ー、と、あー僕、昔一緒に演奏もしてもらったことがある、えー、ジェームスムディーってものなんですけど、なんかこう、もうお腹とか好かれてるんだったら、一緒に食事でも行きませんかって言ったら、ニードルくれって言って、で、そのニードルをパッて渡すと、パッて持って逃げたという話なんですけど、 天才ってすごいですね。やっぱみんなそこまで行くんだなぁみたいな、ね。はい、というわけでですね、天才は難しいというお話でございました。クラシックでもそうですよね、えー、っと、モーツァルト、モーツァルトもなんか似たような人生を終えて、やっぱり最終的にはね、郷土墓地に入れられて結局死体は見つからなかったっていう話なんで、なんかまあ、天才難しいですよね。だからこう。 凡人の方がやっぱりこう人生をこう謳歌できるんではないかなみたいな天才になるとやっぱ難しくてやっぱりその若くしてこう世界一になっちゃうからそれをキープし続けるのにとにかく苦しかったっていう話なんですけど、ねまあ、心理学的なところで言うと本当にあの自分をこうずっと見てもらわないと不安になってしまうっていうねもうそれを結局最初全部掴んでしまったんで常にこう、まあ、ジャコが来るとみんなこう お店に来るとバスケットボールに来て「あじゃこが来た」って言ってみんなこう逃げるみたいなねやっぱボール演奏してる時にボール投げられたりとかとにかく自分が常にこう話題の中心じゃないとこう要はまあ怒り出したりとかするっていう形なんですけどほんと天才って難しいですね天才でなくてよかったなって思いますでも天才にはやっぱ憧れるんですねサリエリがモーツァルトに憧れたみたいに手に入るものは全部手に入るんだけど本当のこう音楽の神様は自分のことを見てくれなかったっていうんですね 天才にはやっぱ憧れるけど、天才になると結構大変なんだなぁみたいな感じはすごく思ったりしますね。本当に今聴いても、どのアルバムも素晴らしいですかね。ジョニー・ミッチェルな参加してるアルバムも素晴らしいし、もうどれも素晴らしいと思います。ものすごい音楽的アイデアもすごいしね、えー、ドラムも叩けるし。 いやー本当ら羨ましいような羨ましくないようなみたいな感じですが、えー、ジャコ・パストリアスさんという人ですもう本当にねおすすめですので聞いてみてください、えー、本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。